坊順、字は元表。中国現代史と人間の関わりを描いた小説を多く書き、代表作に、死や、下波は二月部よりも赤くなどがある。1949年から65年まで、陳元表名で、中華人民共和国文化部部長を務め、近代中国最大の共産作家と称された。ペンネームに、玄玉、宝壁、止め、高し、カバノロう。 形点灯64がある。弟の仁宅民は28ボルシェビキとして活動した一人。ボジュ順は石膏小切り合チンチンで生まれた。ボジュ順の父は医者で身長末期の維新派に共鳴しており、子供の頃のボジュ順は私塾で天文や地理などを学ばせられ、小学校へ進む。父は坊順が10歳の時に死去し、坊順は 古州の石膏省第三中学に入り、その後加工の石膏省第二中学に転じそこで先制的な社官に反抗して処罰され、古州の中学に転学。1913年に北京大学予科に進むが、家計のために3年で退学する。上海の出版社商務員書館に入社し、四部総監、編集、学生雑誌誌の記事執筆などに従事。 この頃は古敵、陳独修、修作人らによって西欧の個人主義に基づく文学館が導入された時期だったが、坊順も独自に西欧文学を研究していた。1920年に中国共産党の前身である上海共産主義小祖に参加する中国共産党創立時からの党員であった。坊順は1921年に 近代文学運動の組織、文学研究会設立に参加し、22年まで帰還し、小説月報の編集を務め、外国文学の紹介や自然主義、写実主義に関する評論を執筆、儒教道徳を含まない文章は文学ではないと規定する、漢以来の文学館や文学を有義視する名詞派を批判し、真の文学は時代を反映した文学であると主張した。 また、平民女子学校で教鞭をとり、上海大学で中国文学の教授となる。1924年頃から革命運動に加わって宣伝を担当。この頃の某順は神話の研究や小説の試作を始めた。1926年には、商務委員書館を退社27年からは、武漢国民政府で新聞、 国民日報の学芸欄の編集に携わったが、これが分裂すると、ロザンの古霊に滞在した後に、上海に戻って文学に専念。総工をもとに、中編小説、幻滅を書き上げて、小説月報に、某順の名で、掲載、続いて1928年にかけて、革命運動を描いた、同様、追求を書き、職業作家となる。この三作は、職三部作と呼ばれた。 第一次国境合作崩壊後の混乱の中で共産党組織との連絡が切れ、以後は左派系無党派作家として活動することとなる。坊順は1928年7月に上海から船に乗り、日本の神戸へ渡り、東京に5ヶ月滞在。その後、京都へ、日本にいる間に評論、エッセイや長編小説、二虹、短編小説集、野原などを書き、また、 中国神話の研究、中国神話研究 AABC をまとめ、1930年4月に上海へ戻った。1931年に中国左翼作家連盟に参加、行政初期の仕事に就くが数ヶ月後に神経衰弱、異病、眼病を併発して辞職。1932年に世界大教工芸中国の民族資本家階級の没落を描いた長編。 視野を執筆する。当初は小説月報に掲載される予定だったが第一次、上海事変で出版元の商務員書館が丸焼けになったため、1933年に改明書店から単行本として出版した。1936年に、旧国運動団体、文芸協会に参加、また露人らによるプロレタリア文学団体、文芸工作者に参加し、露人、 各松弱と共に団結業穴取りと言論自由の宣言を発表。1937年に始まった日中戦争で上海が陥落すると、傍順は武漢を経て香港に移り、新聞、律法の学芸欄、言葉やしと文芸人知史の編集をしながら、新聞連載小説、君はどこへ行くかを執筆、高専下の上海の事情を描いた。 坊順は38年から1年間、新教書ウルムチの新教学院に招聘されて、教師を務めた。1940年に、ウルムチから江岸に向かい、ここの路人芸術学院で教弁を取り、続いて、同年10月から重慶に滞在、41年春に、香港に戻り、旅定を記した、エッセイ、見聞雑記、長編、腐食を執筆する。百四十一年に、 日本軍が香港に入ると、翌年の1942年、王順は、妻と三人の作家と共に、京林に脱出しここで、多くの作品を書いた。日本軍が迫ってくると、重慶に移り、政治訓練部の文化活動促進委員となり、短編数編や、最初の儀曲、生命前後を書き、1944年には、新緑総監を刊行し、新人作家の育成に努めた。 ボージュン共造大戦終結後、ボージュンは上海に戻り、ハモックンと共に、文連の編集に就いた。1946年には、ソ連のボスクに招かれ、ソ連各地を旅行した。47年3月に、香港に戻り、小説月刊誌の編集をしながら旅行記やエッセイを執筆していた。1949年に、北京で、 中華全国文芸工作者代表大会が開催されると、某順も南方代表団の一員として参加し、中華全国文学芸術連合会の副主席に選ばれ、その下部組織中華全国文学工作者協会の主席となった。同年10月に中華人民共和国が成立すると文化部部長となり1965年1月まで務めた。後人としては、 人願表の名を使い、また、以後文学者としては評論などの活動を行った。1955年に講演、文芸創作の問題にて、社会主義リアリズムを主張した。1953年には、外国文学紹介雑誌、薬文編集主任となる。文化大革命の際には、カエンが映画化した、林や星が批判されたり、健康上の理由で一時陰遁した。 呂淳は1979年に全国文連の名誉主席、中国作家協会主席に選ばれた。1981年、北京において85歳で没死した。呂淳の死後、1921年に遡って、中国共産党員として認定された。呂淳の故郷のサ里からスチンの急遽は、全国重点文物保護罪とされ、また1982年に、 某順文学賞が設立された。ありがとうございます。